これってこれ1個ありのやつにしといたとして、はい、このディレイがね、はいはいはい、これディレイの方だけ、はい、録音して逆さまにとかってやったらどんな感じ、普通にコピペしてそっちの方が、あれですか、反転させた方がいいのかな。こんなことやってるからさ、時間かかんだよね。これなんか明日10時無理ですよ、絶対このペースにしたら。テイラー・スウィフトのさ、はい、あのなんかネバーカンバックアゲンみたいなやつあんじゃん。はいはい、ネバービートゲザーアゲンみたいな。ゲッティングバックトゥゲザーみたいなですよね。これだ。これじゃなくてですか。多分これだと思う。これのイントロって戦って、あー、え、これそんなにリマンスで返してんじゃん。あ、そうでしたっけ。戦ったんですよ、ね。弾いてるわけじゃないですか。ドドドン、これリバースで返して、ダダダダンでリバースしてる。ああ、なるほど。でもなんかすごいいいんで。ここだけなんかディレイリバースしてみたくはなってきました。もうちょい、もう半拍ずらしたら。いないけど、すげえ待ってたけど今。違うな、もっと反拍。こんなこと知ってる場合か説出てきた。ああ、いいんじゃない。タタタにならない。タタタの方がいいですか。うん、ああ、いいんじゃん。どっちでもいいっていうリアクションすんなよ。どっちでもいいっていうリアクションすんなよ。ギターばっかり3つ目はしないんですよみたいな。ないですか、そういうの。いや、俺この状態でしか俺今やってないからさ、ついついさ、その全体像に関してはちょっと分かんなかったですけども。しかし A メロからがわりかし問題といえば問題ですけどね。ついサビ行きたいですね。ああ、先に、うん、サビの方向を決めたいですね。そしてまたギターを変えようかな。贅沢な使い方ですね。もしカッティングで行くんであれば、これでカッティングすると結構多分結構邪魔くさいから。そうですね、まあ、サビはもしカッティングするんだったらこの方向で、こういうやつ。なんかマルーン5っぽくなりますね。なりますよね、これやると。これって今サードが、今やらサードがトップになってますよね。うん、これナインスだった。あ、下大丈夫よ。できれば、うん、F シャープの押しててもいいかみたいな。トップのいけないですか。いけるけど、さっき言ってくれたらで、あー、そう、それか。攻めすぎ。そうだよね、はい、したらこれしかない。了解。サードセブンス、あ、サードルーズだったら、そのさらにそしたらこれが必要になる。ああ、なるほどなるほど。したらそもそも 3なんつうの、3個入れておきたい感がある。ああ、なるほど。その2個じゃなくて、ああ。
ャープ7の時ってツタンツタン、そこでもう一個タンツタンタンツタンにしたかもしれない。そうっす、ちょうどはい、そうなっちゃった、間違えた急じゃねそれごめんなさい、一小節前からね、はいはいはい